は、日本語の音節の一つであり、カナの一つである。つ、つを小書きにした文字である。通常、即音を表し、一モーラを形成する。また、古来数上詞の、つにも同じ小書きのやつを用いることがある。即音に、つ、つを用いることは、平安時代末まで遡る。しかし、統一されたのは15から16世紀に入った頃で、ある。もともとは、 絶内日照の漢字音の陰微を、図で表し、それが、他行に先立つ音便としての即音、あるいは他の日照字音の即音化したものへと、次第に広まったと見られる。しかしこの技法では、即音か、他行音の、図なのかを区別できなかった。即音であることを示すため、ひらがな文の中では、図を用いるという主張があった。小さい、あ、 小学校教科書で1904年から4年間だけ使われたが、すぐに大きい、図に戻った。昭和戦前期に低学年向けの教科書で小さいが復活した。1946年に現代金遣いが交付され、1947年にはすべての教科書で小さいとなった。ローマ字に本字する場合には、次の金のシーン字を重ねて表現する。 ただし、CH マイナスの前では、TCH マイナスとする。後にカナが続かない場合は、アポストロフィで表現することもある。コンピュータへのローマ字入力では、ローマ字表記と同じで、同じシーン字を2回タイプすると、1回目がの入力となる。ただしその際の注意点として、準拠、単独で入力するには、つの小仮名として、ずとぅ、ずつ、l t u ルツとタイプする。L は、リトルの意味。スモールの説あり。原則として、語中にのみ現れるが、簡単語、外来語、方言では、語頭や語尾もあり得る。例を示す。単独で、が使われる場合は、喉が詰まった状態や極めて痛い状態が発生したことを表現したい場合に使用され、言葉にならないという意味を持つ。以前は、あ 数助詞としてのみ使用され、現在でも、地名や人名など使用されているケースが多い。アイヌ語の仮名表記においては、基本的には平音節の音節末シーンとして、現れる、t 音を表す文字として用いられる。ただし、多音節語の一部においては、同一シーンが連続する場合にも用いられる場合がある。また、資料によっては、が用いられる場合もある。 日本語話者向けの外国語教育で、初心者向けの奏での発音記号として、あ、後に母音を伴わない、ts を表すことがある。この場合、アイヌ語がなと異なり、小さい、は等価ではなく、母音を伴わない、t を表す。abc、別会は別会か、別会か、別会か別会町教育委員会 ab、日本国語大辞典小学館、2001年、第2版。 文部省内国語問題研究会ローマ字教育の指針とその解説講示縁、あこいた北海道うたり協会、1994年。ありがとうございます。